はい。薬事法、経表法3分セミナーのお時間です。株式会社 RCT ジャパン、薬事コンサルタントの持田喜一郎がお届けします。今日お話しするのは、サプリメント、健康食品の違反事例です。この広告は、景品表示法、経表法違反ということで措置命令になった広告です。魅惑的なメディハリボディに、 女子力アップに胸膨らむということでバストアップを訴求しています。それから5 7 8キロから4 7キロマイナス1 0 8キロ見てくださいこんなにブカブカにということでダイエットを訴求しています。ということでこの広告はバストアップ効果とダイエット効果2つを訴求していましたがそのエビデンス科学的根拠がなかったということで 景品表示法の措置命令になりましたここで気になるのはではこの広告は薬事法違反ではないのかということですがもちろん薬事法違反でもありますこの広告は薬事法違反でもありますし景品表示法違反でもありますしかし実際に、えー、処罰を受けたのは景品表示法だけと といいうことになっていますでは薬事法・景表法それぞれの違いについてご説明したいと思います健康食品化粧品機器類を規制する2つの法律があります一つは薬事法現在薬器法と言っていますもう一つは景品表示法・景表法です薬事法は 医薬品的な効果効能を歌うのは NG ですと。一般検食で医薬品的効果効能を歌うのは NG というルールがあります。ただし、保健機能食品、特保、栄養機能食品、機能性表示食品、この3つは決められたルールを守っていれば効果効能を歌ってもいいという決まりがあります。所轄官庁は厚労省、厚生労働省です。 一方の景評法は表記している内容、広告の内容は本当か嘘かというエビデンスを求める法律です。諸葛官庁は消費者庁です。薬事法においてバストアップサプリの広告は一般検職なので薬事法違反です。違反になったら広告の修正・廃棄を求められます。 そして2019年から課徴金が課せられる予定です。経費法においてバストアップサプリの広告はエビデンス科学的根拠がなければ違反になります。科学的根拠とは人による臨床試験というふうに言われています。その結果がなければ違反。違反は公表され 課長金、罰金が課せられます。2019年からは、薬事法で課長金、軽評法で課長金ということで、ダブルで罰金が課せられる可能性もあります。ですので、健康食品に限らず、化粧品、機器類を広告する場合は、薬事法、軽評法、この2つの法律を意識して、広告を作成しなければいけません。 薬事法、経費法のご相談は RCT ジャパン私、持田までご相談ください。以上、薬事法、経費法3分セミナーでした。